なんだろう、人生を決めちゃうような、後の人生を退屈にさせちゃうような決断のことかな。そういうことなんでしょうね、結婚、うん、しかもなんか結婚を匂わせなら結婚を言わないヘレン・フィッシャーは嫌ですよね。嫌だー、なんか鬱陶しいっていうか、うん、なんだろう、結婚って書いたのをあえて省いて決断をしないっていう言ってるとしたら、それをサエコさんが省いてるとしたら、ちょっとヘレン・フィッシャーさんに謝ってほしいんですけど。違います、大きな決断をしたくないって書いてあるんだけど、なんかふんわりしてる方がなんかそれっぽく聞こえるっつったらいいですか、うん、あ、そうそう、それっぽく聞こえるね、あ、それあるみたいなね、そうそう、うん、勝手に結婚って言うと、あ、私違うってなって、決断って言うと、あ、ひょっとしたらそうそう、あの、海外に行く決断を彼はしなかったかなで冒険型だったら簡単にアメリカで住むとか言い始めそうだよね、うん、そうですね、そうですね、そう、自分が楽しければなんか何でもそう、うん、普通躊躇するようなことをするのが冒険型だもんね、うん、コールドリーディング血液型みたいに当てはまるものをいっぱい作っていくみたいな、ちょっとまあそういう感じもしますけど、うん、でもなんか面白い、面白いよね、面白いです、うん、次、建設型、セロトニンとセロトニン、あ、これすごいですね、これいいよね、これ一応これ、あの、平凡な幸せな家庭ってやつじゃないですか、あ、セロトニンとセロトニンね、うん、何もなんか2人で貧乏になりそうだよね、貧乏になりそうです、なんか今に満足しちゃってて、あ、うん、あ、なんか大きな出世はしないけれども、うん、手堅く、うん、確かに、なんかそれで出世しそうじゃないですか、なんかアリとキリギリスじゃないですけど、アリだね、アリだ、アリだね、うん、いわゆるなんかセオリー通りに行きそうですよね、ああ、そうね、老後は安心な感じですよ、うんうん、夫婦としての安定、幸せがあると、うん、なるほどな。次、建設型と指導型。建設型なんだっけ。セロトニンと、はい、テストステロン。テストステロン。テストステロン、はい。お互いの違いを。早口言葉みたいだよね。そう言えないんですよ。テストステロン。セロトニンとテストステロン。テストステロン。はい、自然に惹かれ合うことは少ない。ない、はいはいはい、堅実派とロマン、テストステ、男性ホルモン、ちょっと待って、お互いの違いを役割分担に生かせるかっていう、堅実型と指導型、指導型ですね、建設型がセロトニンで、指導建設っていう字がさ、なんかこう家を建てる感じになっちゃう、そうですね、だからいまいちピンとこないんだよね、建設型っていうのが、うん、だから自己犠牲するような感じってことでしょ、あ、そうです、そうです、そうです、セロトニンと指導型、男性、俺が導くぜっていうね、うん、お互いの違いを役割分担に生かせるか、だから指導型が引っ張って、建設型がて、あの、セロトニン側がそれについていけばうまくいくってこと、そんな感じがしますね、うん、ゆっくり考えて、恋に落ちて結婚することもあるが、その場合は生物的な相性とは別の理由で惹かれ合っているのだろう、うん、相性がぴったりだったとか、職場や住まいが近かった、あるいは他のニーズをお互いに満たすことだったかもしれない、うん、どちらにしてもパートナーに対する前向きの幻想を持ち続けている、うん、全く違うタイプであると、うん、ピンとこないけど、なるほど、うん、生物学的な理由じゃないだろうとか言われてもさ、知らんがなっていうかさ、でも私後付けじゃないかって思っちゃうよね、私は生物だしみたいな感じですね、いや、なんだろう、いや、あの、結果論っていうか、うん、自分が好きな理由っていうのを生物学的かどうかって自己分析できないじゃん、うん、あー、なんでか分かんないですもんね、結局そう、なんか後でさ、生物学的な理由だったって言われたらさそれこそ占い師みたいな、それは運命だったんですよそれは本当は運命じゃなかったけど惹かれ合ったんですと似たような印象があるんだよな、もともとは基本的に惹かれ合わない可能性っていうことなんですか、うんうんうん、でもどっちもこうスクエアなイメージが、スクエアっていうと、こうカタッとカチッと硬いにはまっているので、うん、そういう意味でロマンスが生じにくいとかってことなんですか、ね、うん、
まあ、ちょっとセロトニンっていうものもこう社会の秩序になんかこうハマっていきたいっていうタイプかなって勝手に思うんですけれども、うんうん、テストステロンっていうのは、自分がこうあるべきみたいな何かがきっとその社会のあれではないけど自分の考えでなんかこうあるべきっていうのがあるのかなって思うんですよ、うんうん、だから、うん、そうね。だからそのテストステロンは要は社長とか引っ張っていく人ですよね、ビジョンを見せて。で、セロトニンは社員ですよね。社員、そうですね。できた社員みたいな。できた社員は、こういう関係が広く社交的。セロトニンが。セロトニン。でも男性ホルモンテストステロンは少数の信用を作り、社交は時間の無駄だと感じる。だから、確かに僕も社交は時間の無駄だと感じてる。なんかセロトニンに付き合わされたそのパーティーに、男性テストステロンは我慢ができなくてボイコットしちゃうと。でボイコットすることをセロトニンは許せないし理解できない。で女性でさ、そういうパーティーが嫌いな人って多いじゃん。なんか一人で過ごしたいとか怖いとか疲れちゃうとか、うん、社交的な人もいるけど、あーパーティーなんだろう、ワイワイしてるのは嫌で、うん、でなんか男性がなんか友達のところに連れてくるんだと私は家でじっとしていたいみたいな、うん、そういう相談あるんですよね、うん、それは男性的だってこと、うん、そうだと思います。なんか社交的でいろんな人と話してる男性の男性っぽい気がするけど、そうじゃないんだね。それはセロトニンですよね。セロトニンは男性も女性もあるもんね。はい。なんかいいか、okay。私パーティー好きなんですけど、そのパーティーで私の利益になるパーティーが好きなの。すごくわかる。だけど、その私の利益って何を指してるの？例えばそう例えばお金だったりとか。それは僕も好き。人脈だったりとか、そう人脈とか、この人と知り合いたかったみたいな、うん、とか、その自体が自分が楽しいとかいいんですけど、あ楽しいもありなんだね。楽しいもありですね、冒険感。それはみんなそうだろ。楽しければそれは楽しいって、それはその通りだろ。あ、そっか、そうですよね。この間も主人の会社の集まりにちょっと行かなきゃいけなくて、はい、うん、別にいいんですけど、はい、その子供話がその社長の赤ちゃんの話になって、はい、めっちゃつまんないんですよ。はい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 、興味ない。それさ、社長以外の人みんなつまんないと思ってるんじゃない？思ってると思うんですけど、でもみんな相づちしたりとか、その赤ちゃんにちょっかい出して赤ちゃんがちょっと反応するだけでみんな大騒ぎ。来てるんですか？赤ちゃんが来てるんですか？それは仕事でやってるんですよ。多分みんな。私途中でね帰っちゃったんですよ。つまんなくて。でも帰ったことにもなんで社会不適合なんだと思いながら、セロトニンタイプはそういうそれにお喜びするってこと？許せないなと思います。セロトニンタイプは。それとも社交的なのに、まあ場なのに多分帰っちゃうとか。あなたはドーパミンタイプでしょ。ドーパミンタイプがさ帰っちゃった。でもセロトニンタイプは、うん、楽しむんじゃなくて。楽しめるんだと思う。ああそうですね。楽しめるか？でもたまに。はい、企業の治療で、うん、ちょっとしてこの子って社長の孫かなんかなんだろうなっていう、はいはいはい、いる。地方の地方 CM の孫とかでいくレットあるよね。なんでこんな可愛くない子が選ばれてるんだろうっていう。あ、そうなんですか。あるあるある。きっとこう、うん、プランナーの人も面倒くさくなっちゃってる。じゃあ使いましょうかみたいな。あるあるある、そういうの。ね、だからそれ朝青龍的な人を選ばれてってね。やっぱそういうのもこうなんて言うんでしょうか、それ仕事だよね、かわいいなっていうんじゃなくても、それはなんか仕事だから、うわー動いたとか歩いたとか、もしかしてそのパーティーを元に自分の分析をしてるとしたら、ちょっと変えた方がいいかもよ。そっか、他のなんかパーティー、その社長が一人で、子供自慢だっけ、孫自慢だっけ、自分の子供自慢、子供自慢をしてるようなパーティーって楽しいと思ってる人は社長だけですよ。楽しいと思って
なくても我慢できるってすごいなって。それは仕事だから。それは仕事だから。そうね。だって社員だったら我慢するよね。社員はお金もらってないから。だから会社だろうと。そう、出世にないんだ。みんな、社長からお金もらってるから、そうそうそう、我慢できる。私なんかもう自分だけがはめ出し物みたいな感じがしちゃって、でもそれってなあと 2,3 時間我慢すればいいんでしょ、うん、我慢できるけどね。できます。なんか乗っかっちゃうっていうか、どうせこの2時間はもう捨てたと考えて、だったらこれをうまく利用すれば社長に好かれるわけですよ。だからむしろ乗っかっちゃうんですよ、うん、こんな可愛い子いますかみたいな、これなんだろう、自分を演じさせるというか、それこそ何かをこう憑依させる、憑依させてる、うん、セロトニンを憑依させる。俺はこれから、高田純次になるぞみたいな。いや、すごい可愛いですね。みんな思ったよ。ちょっとね、今何か言ったの、褒めをやってみてる。そうちょっと高田純次って危険じゃないですか。危険だよね、俺そんなこと言いましたね。なんか可愛すぎて鼻くそつけちゃう、うん、なんかちょっと危険なんですよ。それは社長以外の人は喜ぶけど、社長はちょっとあれおかしいぞみたいな。みんなほんとする一言を言っちゃうんですよ。高田純次じゃないな。誰だろうな。そっか、でもそれできるってすごいですよ。それでも簡単にできるよ。もうモードを切り替えちゃう。もうまずこの2時間捨てますと。そっか、捨てるって思わなきゃいけない。そう、捨てる。しかも、ここに集まってるってことは、私の役割は、社長を喜ばせる。もう明確に分かるじゃん。超分かりやすい。喜ばしても勝ちだと。じゃあ一番喜ばし一番ええみたいな。そしたら社長がまた触ってきたりするんですよ。家族って旦那さんが出世して、それでいいじゃん。そっか、でも利害関係がなくてできないですよね。利害関係がなくてもその時に求められてるものがそうで、利害関係ないからってなくもないよね。だって旦那さんと社長だと求められてない。良き妻としてお酒の注文したりとか、愛想よくニコニコしてる、あ、いや、でもそれだと、100点満点だと50点でしょ。いや、それは魔王褒めるの方が直球ですよね。いや、そう、それもそうだけど、その何をするっつった、今お酒を継いだり、そう、それもする、それもするね、プラス孫も褒める、それで85点、そこが黄金ですよ。でも完全に仕事ですよね。そうだから仕事になるっていうか、だからみんな社員の人連れてきてるんでしょ。ガチャッとモードを切り替えることできるんだ、僕は。甥っ子大好き、自分の。そう、赤ちゃん見たら甥っ子に会いたくなっちゃって、帰って甥っ子に会いに行ったんですよ。この知らない赤ちゃん可愛いって言うんだったら、自分の甥っ子可愛いって言いたいなと思って。じゃあドーパミン人間だね、やっぱね。で、ちょっとごめん、帰るとか言って。あなさん苦笑い。そう、苦笑い。逆に苦笑い。すごい苦笑い。めっちゃ苦笑い。でも優しいから、来てくれてありがとうねみたいな。いい。でも友達の家に行ったら、あの子供のビデオを延々と見せられたりとかありますよね。あるね。それもやっぱりあるんですか。それで言ったら、子供だけではなく、うん、熱帯魚を死ぬほど見せられたりするんだよ。でもちょっと面白そう。ね、そういうのあるよ。昔で言ったらさ、自分の持ってるレコードを死ぬほど聴かせるとかさ。ね、そんなんあるじゃん。そうですね。うん、子供だけに限らずね。マルさん我慢できます？興味のある自分にやっぱりちょっとシフトチェンジしますかね。うん、そう。あとはあのすごい失礼なんですけれども、いいネタができたかなっていう。こんなつまんなかったよみたいな。ひどいのみたいな。社長がさみたいな、なんかもう勉強すると追加するみたいな。とかみんな言っててさ、でもその子供の顔ったらさみたいな、なんかちょっとのネタができたみたいな、なんか後で、あの例えばその帰り道の旦那と一緒に、あの子供さ本当に可愛いと思ってんのみんなみたいな、なんかわーみたいな、なんかちょっとこう社長ネタ。サエコさんっていう誰々さんの奥さんがボロクソ言ってましたよ。モテには覚えてますけど。それは、はい、夫婦だけで。そうですよね。うん、うちの妻がボロクソ言ってました。自分で自分の首を絞めた。でもそれはあのそのパーティーが、まあ、まあ3ヶ月に1回ぐらいだったら我慢できるけど、姑、うん、とかになってくると話が変わるよね。毎日ね。そうです。ずっと愚痴を聞かされるとかなると辛いよな。で、3ヶ月に鼻パンコンスタントだと、コンスタントってやっぱきつくないですか。3ヶ月1回の辛い戦いは2時間捨てるんですよ、うん、博士の貴重な時間を、ね、なん
スポットで一回こっきりだったら本当に楽しいですけど、そうね、また気に入られたらまた最後その連れてきなさい孫褒めたいみたいなね、うんうん、あ子供褒めたいか、うん、可愛くてしょうがないですよねきっとね、うん、そうなんだね、うん、しかもみんながアホみたいに褒めるからさ、あのフェイスブックにもいるんですよ、自分の子供アップしてさ、あいい、ね、いっぱいいますよな、でいいねいいねがいっぱいついてる、本当にいいねだと思っちゃって言ってさ、次々とアップしてくるっていう、うん、もう絶対僕押すんですけどね、私もいいね押す、うんうん、優しい、優しいじゃなくて、なんつうのか、あの義務木に登らせるというか、あ逆でちょっと意地悪じゃないですか、意地悪人欲しがってるのをしてやるみたいな、どこまで行くんだろう、そうそう、どこまで行くんだろう、おバカさんだなみたいな知らなかった、僕朝早く起きて走ってるんです、はいいいねと知らなかった、うん、そう、でもさっきのその社長と、社員っていう形で、うん、そのパーティーがじゃあテストステロンの社長とセロトニンの社員だったら、うん、楽しい会というかにはなる、いい関係が築けるよね、いい関係ですね、でも自然と引き合うことはないっていうのはやっぱりこう男女の間ではあまり、そうテストステロンとエストロゲンの関係じゃないってことだね、うん、でも確かに一回マッチングしたら非常にいい、はい、うん、そうね、確かにあれですね、夫婦っていうのはそういうことじゃないもんね、だからずっといい関係を築かなくちゃいけないので、うん、パーティーで盛り上がりすぎてこっち忘れてすいません、やらしかった、でもマルさん話をちゃんと戻したとか、そうそう、すいません余計なこと2時間ぐらい話してるから、でもすごく共感しますそれは、なんかね、私って本当ダメなんだなと思っちゃうんですよね、いやいや、我慢もできないし、いやいや、どうでもいいわっていっぱいありますね、なんか帰るくせにちょっと泣きたくなるんですよ、こんな自分ダメだみたいな、ごめん旦那みたいな、いや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 、いいじゃないですか、でも謝らないでしょ、帰ってくる、帰る時はごめんねって言って、あそのいやそのなんつうの、いや今日さ本当にそうそうそう反省したわみたいな、いやでもその時ね、もっともらしい理由をつけて書いたんですよ、楽しくなかったから帰ったとは言えず、あそうですね、言えないじゃないですか、で、ないのにしなきゃいけないからごめんちょっと帰るねみたいな、そういうのって大体バレてるんだよ、バレるだろうバレてるんだろうか、うん、僕あの今日そのミントさんと、はい、エビルさん来なかったけど、全員適当なサボりだと思ってるから仕事ですよ、仕事の結婚の準備です、準備、はい、し、うん、そうかな、うん、女の人が、女の人っていうのされててか、なんかこう結構ドタキャンする人が、あ裏表がありますね、あの建前、本音と建前が、うん、いやそ、なんだろうな、いや女の人って言っちゃったから話したからやめよう、はい、次行きましょう、はい、はい、はい、じゃあ戻りまして、はい、セロトニンと女性ホルモン、うん、エストロゲン、はい、エストロゲン、セロトニンとエストロゲン、また難しいな、なんかだんだん、うん、何胞子タイプと、女性タイプ、ね、女性タイプ、うん、これも自然に控えることは少ないと、うん、なるほど、で自分自身のスタンスが大きく違う、うん、でセロトニンはしっかりした自分、女性ホルモンは柔軟な自分、抽象的すぎて全然ピンとこないな、そうですね、自然に惹かれることは少ない、これはいいや、自分自身それはしっかりした自分と柔軟な自分っていうのがスタンスが大きく違うって言いたいわけだ、あ、はい、セロトニンは堅実派、はい、でエストレエストロゲンはロマンティスト、はいはいはい、で堅実派とロマンティストに絆はできるのだろうかと、で自然に惹かれ合わないよと、うんうん、なるほど、女性ホルモンはどんな問題にもさまざまな見方があり、どんな目的地にもいろいろな生き方があると考える、うん、それで大きな全体像の中で自分を失い、あれこれ想像したり考えたりして物事をずるずる先延ばしにする傾向がある、うん、一方セロトニンは具体的に慎重に丁寧に考え、それから断固として行動する、うん、セロトニンは綿密なスケジュールを立て、期限を決めて的確で徹底的
徹底したやり方で物事を成し遂げる。だからセロトニンは安定した世界を作り上げるし、女性ホルモンはその中で安心して家庭内の自由な決断を行い、家庭の嵐を乗り切ることができる。うん、もうちょっとこうピンとくるように話しますか。女性ホルモンは男性ホルモンに惹かれ、男性ホルモンの人も女性ホルモンに惹かれるから、で建設型は建設型同士が、建設型っていうのはセロトニン、セロトニン同士がいいと。だからセロトニンとエストロゲンは、まあ、自然には惹かれ合わないねと。はいはい、それは分かった。でセロトニンっていうのは、まあ、いわばコンサバティブな考えを持った人で、エストロジェンは柔軟な女性、直感とかつながりを強く求める。だからダメってこといいってこと、良くも悪くないこと、あまり本能的に惹かれ、ホルモン的に惹かれ合うホルモンじゃないと。セロトニンは事実にこだわり、具体的な現実に焦点を絞る、対照的にエストロゲンは直感的で推測が大好き。なるほど。だから最初はエストロゲンはセロトニンの現実的なアプローチに魅力を感じても、やがては現実しか見ていないと神経に触る。なるほど。苦痛になっちゃうんですかね。どっかに行きたい、どこに行きたいのって言ったら、なんかあのパーッとできるような楽しいところとか言って、それ海なのかディズニーランドのどっちなんだよみたいな。あ、そうですね、じゃあいつ行くみたいな、こっちほーんとしてそう話してるのに具体的に湧いてもん、なるほど。でそれを言ってくる男性に対して、つまんないじゃん、楽しくなさそうか、細かいな、そう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 、どっちでもいいんだよみたいなことかな。なんか適当に話すときってありません？あります、あります。どこどこ行きたいとか、で現実的には難しいなって分かってるけど、行きたい、カリブ海でぷかぷかしたい、したいとか、いつ行くんだよ、あのいやこの時期だと高いからやめた方がいいんじゃないとか言われても、あ、なんかそれが分かってもそうですよね、行きたいねで終わっちゃいます。次行くか。はい、次テステステロンとテステステロン、指導型と指導型、プライバシーの尊重か、尊重し合えればいいと。はい、プライバシーの尊重かすれ違いか、よくわかんないのが、お互いにプライバシーを尊重しすぎてあんまり対話がなくなっちゃうってことですかね。なんか競っちゃダメみたいな、お互いがお互いで、なので尊重してるといいって、いうことですね。なんとなくテストステロン同士ってその一番を争ったら延々ずっと争って、そんなイメージはありますよね。やり方の違いで揉めるとか、どっちがリーダーなんだよとか、なんかそういうイメージが、両方とも指導型だから、そんなカップル見たことあるの？だからリアルに思い浮かばないんだよ。ですね、男性の仕事とかだったらありそうですけど、女性の指導型、次行こう。一番相性がいい、指導型とエステステロンとエステステロンとエストロゲン一緒になっちゃった一緒になっちゃった、それです。はい、惹かれることが多い、正反対だからこそ組み合わす、まあ男性と女性が惹かれるっていう組み合わせですね。一目で惹かれ合うことが多い、もともとうまくいく補い合う仕組み、まず考え方が噛み合う、どちらのタイプもどうでもいい表面的な会話で時間を無駄にするのを嫌う、わかる。どちらも抽象的な概念や一般的な理論について議論したがる、
どちらも哲学、文学、芸術、科学や政治の話が楽しい。だが女性ホルモン何でした？エストロゲン、うん、エストロゲンは大きな全体を見るが、テストステロンはパズの小さなピースに焦点を絞る、うん、でそこでこの組み合わせは互いに相手の知識や洞察に感心し、さらに魅了されていく、うん、とのことです。なるほど、恋をする2人ってことだね。で最後、最後5、交渉型と交渉型、はい、エストロゲンとエストロゲン、はい、まあ、ロマンスが強いけどお互い非現実になっちゃうと、うん、なんかこれ分かる気がしません、うんうん、分かんない、サプリって教えて、どうぞどうぞでもこれ女性ホルモン同士っていうことですよね、はい、うん、そうするとだからその旅行に行きたいねって、はい、あ行きたい行きたいって言って、はい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 、絶対行かないみたいな、絶対行かない、ああそうか、実現はしないみたいな、そうそうそう、だからちょっと非現実的というか、はい、あまり言ってるだけで妄想し合ってる、そうそうそう、そういうことね、妄想で満足、そういう男性とそういう女性ってことだね、でもね、うん、安上がりでいいですね、そうそうですね行きたいね行きたいってそれは6社あ、でもそういう感じですよ、非現実的、お姉系しかお金来ないもん女性に多そうですよね、交渉エストロゲンって。それはそうなんだけど、男性のエストロゲンってどういうやついる？ねえ、あんまり行きたいとか言ってるの。行かないけーとか言ってそうじゃん。でも、交渉系男子ってこういう感じなんじゃないの？あー、なるほど。行きたいねって言われたら、うん、うん、そうね。それはなんか引いてるんじゃなくて、ああそれもあるかもしれない。よくサーカスあれですよね、うん、あの草食系男子っていうのはそれはお前に気がないんじゃないのっていう、そういうの多くあるよ最近の男性ってみんな草食系だよねっていう、それは年のせいですよっていう、うんうんうん、まあ、それを置いといて、はい、あ好きでもきっとそういう年上が好きなあの男性とかって、うんうんうん、あのね、引っ張ってってもらいたいとかがあったりすると、うんうん、でもその場合はあれだろうね、交渉型とて、あの、あ、そっかそっか、そう、指導型になっちゃうね、女性が逆にそうですね、そうね、女性は逆にそのテストステロンタイプになっちゃうね、うんうん、あ、そっかそっか、交渉型と、うん、なんかこれすごく大変だなこれこの組み合わせ、あ、何か4つぐらい間引いてもいいんじゃないか、いや違う違う、このいろんな組み合わせ書いたけど、なんかあの、なんだろうな、ピンとこないものもいっぱいあるな。ちなみにこの女性ホルモンとエストロゲン同士は、うん、パートナーとなかなか別れようとしないと、行動する側にいつまでも考えているから、うん、パートナーへの思いやりが強く、人と対立することが苦手なので問題を何とかしようと頑張る、うんうん、向き合うとか、でも行動を起こさないで考えてばっか、うんうん、そういう人いる？なかなか分かんない人いますけどね、でもな、なんでだろう、このせいだとも思わないけどな、うん、そんなに一つのホルモンに人生は左右されるかな。さっきの NHK スペシャル、手をつないだけで変わっちゃうの、オキシトシン、いや、それはテストステロンだけどさ、うん、でもなんかこのホルモンによって読んで、私ちょっとこの相談をする相手を選ぼうと思って、うん、友達に送ってなんかタイプを調べて、うん、あ、これじゃあセロトニンにこれ相談してもしょうがないなと思って、すごい頭いい、いやいやいや、だって私のこう何かしたいっていうのを、うん、ルーティンが好きなセロトニンに相談しても分かってもらえない、ね、ある程度相談する時って、うん、この人にこう言ったら多分こうとかあるんですか、ね、想像がつくとか、ね、うん、ああそれはあるよね、自分の持ってる常識に従って答えるもんね、うん、でもその冒険型の人があえて指導型とかあと、まあ、さまざまなタイプに相談することでバランスを取るっていう方法もあるよね、うん、このままだと突っ走っちゃうけど別のタイプの人が止めてくれるっていう、うん、浮き輪をつけた方がいいんじゃないみたいな、そうですね、
海に行くんだったら、私あの主人建設型なんです、セロトニンなんですよ、はいはい、私非現実的というか、だからちょっとこう地に足がつける、うん、